了解完了です。アメリカ的なリアクションになってるやん。イオンの安い緑茶でももう向こうでは飲まれへん。日本最後の緑茶やこれが。48円うま。今荷物を預けて、はい、今からもう国外に出ます。これデパーチャーって。やば、この外はもう日本じゃないってこと。そうやな。2人で初めて国から出ますよ。やばいですね。なんかあるんちゃうこれ。またこの2人を外に出して大丈夫なのか。でもここで弾かれたらもう旅終了になっちゃうから。まずは越えないといけない。2人で越えないとな。片方だけ弾かれたりしたらやばい。それはえげつないでしょ。なんで俺が。飛行機乗りました。今から10時間ですね。これが地獄となるか。もうでもすごい眠たいから、もう寝ちゃったらアメリカかも。すごいな。まだ2時やけど、どこでも寝れるやつはやっぱりいいな。ついに入国しました。こっから行くぞ。入国できるか。えい、よいしょ。アメリカ入国、ついにアメリカ入国しました。ここはもうアメリカの地ですよ。アメリカの空気を吸っています。今空港出てユニオンステーション行こうと思って、はい、路頭に迷ってたら、ね、ここ の, 空港のスタッフさん、うんうん、インフォメーションスタッフさんみたいなね、すんごいゆっくり英語話してくれてな、めちゃくちゃ丁寧にね、なんかこう図とか資料も広げながらね。これこのラックスのフライアウェイってやつで一本で行けるっての教えてくれてね、はい、ちょっと割高らしいけども、うん、乗り換えすごいややこしいから、もうこれがいいよっつってね、ビギナーでしょ言うて。イージーイージーイージーがいいってめっちゃ聞いてくれました。これでいきたいと思います。はい、1人当たりだから9ドルぐらいでしたな、うんうん、はい、じゃあユニオンステーション到着しました。なんかね、降りてからクレジットで支払うみたいな。ねえ、もうタッチ決済がもう。ねえ、ここに今群がってる人たち、今みんな決済中なんですよこれ。ねえ、なんかすごいよね。新しいね。誰が払ったか分かんなくなりそうな気もするけど。まあだからもうみんな自己申告というか。ね、両親に任せてるよね。でもバスの中寒い。ちょっとねえ、半袖は強めだよね。うん、で外はね、今なんか気温見たら21度とかなんですけど、ちょうどいいぐらいだね。長袖、上長袖、下短パン。室内バスとかそういう乗り物系とか結構寒いです。そうですね、エアコンが強め。うん、今現地時間で11時ぐらいなんですけど、うん、ちょっとお腹空いてきたから、はい、なんかご飯探しに行きたいと思います。行きましょう。はい。すごい、洗ってる。駅の中の水槽の中洗ってる。じゃあ駅から歩いて15分ぐらいしたんですけども、うん、ちょっとね、Google で調べたら人気店があったので、ちょっとミーハーらしく行ってみたいと思います。はい、このインティライミ、インティライミレストランね、行ってきたいと思います。はい、うおー、当たり前やけど全部英語や。ぱっと見わからん。全然想像できんやつばっかりあんねんけど。でも一応なんか、うん、スープとか書いてる。ビーフとかなんかお通しみたいなやつ来てんけど。このスープがまず何かわかんない。あ、なんか米みたいな入ってる。あれほんまやな、雑炊的なやつじゃん。
どうですか？あ、美味しい美味しい美味しい。何系、うん、何系？豆系の匂いするけど。そうだね。でもコンソメ系っていうか、そういう系のあっさりした味。このルックスでコンソメ系？すごい、ね、ちょっとでかでか、これ大盛りやん。すごいね。すごい量きたね。アメリカンサイズきたよこれ、うん、でっか。これはすごい。いただきます。いただきます。でも美味しそう。どういう味なの？なんかバーベキューみたいな匂いする。うん、まさにバーベキュー系、うん。今食べてきたんですけど、おーすごい量。もうなんかこれ毎回これ食べてたら、そりゃそうだよねっていう。やばい、特盛り、特盛りよ。そうだね、本当にあのすき家とかの一番大きいサイズぐらいの感じだよね。めちゃくちゃ腹いっぱいです。味はね結構あのバーベキュー、うん、バーベキューでした。なんか別々のメニュー頼んだのに両方バーベキューやったな。そうだね、ちょっとだけ違うのかもしれないけど、大雑把に言うともうバーベキューです。あとあのやっぱり円安がすごいですね。ねえ、円安がすごい。昼ご飯だけで結構もうディナーぐらいのね金額になっちゃいました、ね、なのでちょっともう次からはスーパーでお惣菜とかね、ちょっと考えないとこれはトレイルに行けなくなっちゃう。加算しちゃうねそれも、ね、はい。あとあの初チップをね、あーそうですね、体験しましたけど、なんかあんまチップってみんな払ってないからもうそういう文化じゃ ないんかなとかなと思ったけど、うん、やっぱりもうお会計の時に自動的にね、うん、もう入ってたね、入ってる感じだね、うん。じゃあ今からホテルのあるハリウッドまで行きたいと思います、はい、今まるちゃんが人生初の英語でチケット買ってます。すごい優しい方ばっかりでね、ゆっくり話してくれるんで助かってます。ハリウッドです。すごいね、なんか急に街の雰囲気が全然違う。スパイダーマンのなんか、スパイダーマンがさっきなんかあのちょっとお腹出てる。スパイダーマンがなんか屋台でねぎってたね。おもろいな。大変なんやな、スパイダーマン。ちょっと買い出し来ました。寝すぎたな。今ちょっとあの2時、3時ぐらいか、2時ぐらいか、何2時ぐらいから寝て今8時に起きて、そうやな、もうそのまま寝ようかって言ってたんですけど、やっぱり今日の夜ね、なんかせっかくやし、うん、リアルいたらなんか面白いことあるんちゃうかっていうのと、そうやな、近くにねスーパーがあるよって教えてもらったんでちょっとやってきました。スーパーがでも明るいな、全部コストコみたいなやっぱ表示やねんな。確かに2色、2色シリーズ多いだね。なあ、緑赤目立つわ。見たことないやつばっかりある。すごいね、ペットボトルじゃなくてなんか独特な形やね。なんなんやなこれ、うん、こんなんこれなんやろなこれ。すごい、うん、色がすごい、なんか楽しくなるな。え、これうまいんかな。これは日本にも欲しいな、イージーチーズな。でこれ常温保存してるやん。あ、硬っ、なんか缶やん。へえ、パーティー用、これパーティーはな、これパーティーでこれ顔にピシャーチーズ、チーズはもうほんまに臭すぎるやろ。ほんまにでもなんか映画とかで見た期待を裏切らないご飯が多いね。ほんまに、うん、ちょっとセブンイレブンとかあったからさ、うん、おにぎりあるんちゃうかなとは期待したけど全くないです。おもろいな、うん、晩ご飯これですよ、うん、この揚げたなんかフライみたいなやつとピザとめちゃくちゃ量多いサラダ、うん、ファミリー用みたいなサラダ。これだピザね、あのこれレジ持ってったらオンリーワンって言ってびっくりされたもんな。2人でみたいな、いやもうこれ十分ですよこれでみたいなね。十分、でもピザは結構うまい。うまいな、うまい。ああ。何にでもチーズ入ってる、うん、そらあんな大きなるわって思ったよな。ほんまに。
世にも珍しいライスプリンっていうのを見つけたから、これを昨日買いました。なんか現地の人は買ってて、どうなんだろう。あ、でもなんか、あ、ちょっと固めな感じ。あ、でもなんか粒感ある。結構ほんででかいよね、1個が。おお。それは美味しい。味はね、うん、あの、なんだろうこれ、まあシナモンにプリンみたいな味やねんけど、うん、食感がもう米ですね、完全に。シチューに米入れたみたいな食感。あー、シチューの味だったら美味しいけどね。リゾットみたいな感じの食感でプリンの味、慣れが必要やね。でもうまいうまいうまい。一回ちょっと固定概念消すわ。そうだね、米っていう固定概念を消してね、言うたらあのタピオカみたいな、うん、雰囲気ってことやな。うまいうまいうまい、うん、ミーハーなんで、あのハリウッドサイン見に来ました。ありました。おー、あそこにハリウッド、イエーイ。 D と H ちょっと離れ気味なんやな。知らんかったわ。確かにね、ちょっともう横に伸びてるもんな。よし、あー、駅からバスを乗り継いでやっと REI まで到着しましたよ。駅むず、駅じゃない、バスむず。バスの乗り換えがな、ほんまにみんな言ってること違うから、もう、あれこっちここ行きたいんですけどって言って、これで行くよってな、行ったら全然違うとこついて、もうでもここでもう終点だよみたいな感じで降ろされてな、何してるんだ早く降りるんだみたいな、いやここ違いますよ言うて、まあでも着いたからな、よかった。あ、ちょうどここに看板見えますね。よかった、ここでガス管調達できんかったらもう山入られへん。ガス管なしはちょっと無理やんと思って、いろいろ頭巡らしたけど、よかった。REI フルサービスショップって書いてる。ありがたいですね。じゃあ行こう、はい、ここでガス管と食料を調達したいと思います。そやな。おお、まさに何でもある。すげえ広いね、でっか。ザックもなんかもうとんでもない種類あるやん。すごいね、あんな高いとこにあれどうやって取るん。あれが欲しいんですってなったらどうやって取るんやろ。もう目の前にあるよ。あ、目標達成やこれで。じゃあジェットボイルのミニガス缶を2つで、はい、1個 5.45 ドルやからちょっと割高やな、うん、まあでもこれがないと始まれんからな。アメリカでは120店舗以上展開してるらしいよ、ここ。すごいね。オリジナル系のザックもいっぱいある。ねえ、オリジナルザック、うん、あともう入り口入ってすぐにあの店員さん来るあたりがすごいね、やっぱり。そうだね、うん、なんかお手伝いしますかみたいな。もう目の前にあのガス缶あったからもうあのオッケーっつって言ったけどな。2人前とかのやつもあるんですね、結構全部2食分みたいな。うん、すごいね。いや、でも日帰りハイキングとかも考えられてないんやの、これ。もう1回で2食分は持っていくって言われなっちゃう。食べるでしょってことだよな、多分2泊2日分ぐらいって言って、これ2人で割るけどね、うん、見たことない行動食がいっぱいある。うん、うん、飯食いがうなってるな、これは。これはなんだっつって。ピーナッツバターカロリー高そう。甘そうやね、全部トレイルバターみたいなやつなんですよ。すごい自転車もいっぱいあるわ、広ー。何でもあるやんここ。オリジナルやな、これは全部。うん、実は日本出るときにあの下着のパンツを1着忘れまして、はい、ちょっとあのありますかって聞いたら、あの S サイズでこんな大きさって言って、結構短パンみたいな、これ俺履いたらニッカになっちゃう。結局履いてる意味なくなっちゃうかも。ちょっと無理やな、ノーパン洗濯作戦で行くしかないな、これ。そうやな、かも女性用履くかやな。女性用もうラインが際どいことあるんちゃうこれ。
シューズもいっぱいあるわ。いっぱい見ちゃうね。ドーナツいただいちゃいました。めちゃくちゃ親切なおばちゃんやった。バスちょっとね、乗り間違えたみたいで、その次こっちからじゃなかったって言って、降りて次こっからバス乗りなよって教えてくれました。ね、教えてくれた上にこのドーナツもくれても。すごい。ありがたいね。ここで働いてるねんて。ありがたいな。なあ。Please be prepared to present your MetroLink ticket for boarding class. If you see a suspicious package on board the train, report it to the conductor immediately. じゃあ、 あのバスのね、もう乗り継ぎをミスりにミスってこんな時間、もう8時です、夜の、はい、これランカスターと今町に着いたんですけど、うん、ここ結構田舎町で、うん、そうだね、もう電車があの2時間に1本とか1時間半に1本ぐらいしかないから、うん、ちょっと1回ねバスで間違えるともう電車の乗り継ぎえぐいことになってね、多分これがもう終電ぐらいだよね。なんとかギリギリ着きました。よかった。もう今8時前です、うんで今ね、今からあの15分ぐらい歩いて、うん、予約してた宿に向かうんですけど、はい、結構お腹空きましたね。さすがにね、朝のもうチーズのやつはもうないよでなんかあのチーズの、うん、朝なんかチーズのなんかパンケーキみたいなの食べたんですけど、はい、それ食べた時にちょっとアメリカの量多すぎるから1個2人でな、そうだね、ちょっとシェアして食べるぐらい、まあ毎日足りなくても、うん、それはそれでちょっともうそこでね満腹になるということはやめようっていうっていうので、もうちょっと今日今からねあの向かってる料理屋さんも多分多いんでそうやな、もう一人前で、そうだね、で行きましょうみたいな話をしながら歩いてます、はい、これもこれに巻くの来たよ、初めてのメキシコ料理です。やっぱり多いな、でもよかった、手がこれやからな、やっぱりでかいよ、これすごいな、確かに、うん、よかったな、位置にして、うん、これ何これもついてきて、これにこの具を巻くんじゃない、あー、はい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 、それのフラワーはコーンだ、うん、あ、そういうことか、そういうことだ、フラワーとコーンって言われて何のこっちゃわからんかったけど小麦粉って意味だったよな、フラワーは。よし、食べて勉強になるぜ、うん、どうですか、これめっちゃ優しい味するね、うん、アメリカで初の優しい味、これは豆、豆のペースト、うん、いいね、見つけたね、食べれるもの、いや全部食べれるよはい、今ねこのバスがもう今日の僕らのメインをかけるバスだったんですけどよかった、乗れました、これ今あのランカスターからローンパイン行きのバスなんですけど、これに乗れなかったら行程がもう1日遅れてね、1日1本しか出なくて、ね、今2時なんですけど、もうねあの予約してる人もね何人かいますみたいな感じで、空きはね先着順や言ってね、そうだ、なんか普通に山行く人以外にも、うん、なんか普通のね生活として使ってる人もいるっぽいから ね、いやでもほんまにもうよかった、ね、乗れた、でも結構席埋まってきてるから、うん、ほんまにあのねギリギリだった、早く来てよかったなあーよかった、とりあえずここから3時間かけてローンパイン行きたいと思います、はい、乗れたらもう一安心、バイバイランカスターありがとう、 Thank you。 ローンパイに着きました、イエーイ、やった、これねマクドナルドのちょうど真ん前にあのバス停があって着きました、これですね、このバスですね、はい、いや3時間、いやなかなか景色がいい中走ってたよ ねちょうどねバス停降りたところに、うん、マウントホイットに入れました、今からあの今日はあのキャンプですね、もう今日からキャンプです、はい、キャンプして、うん、明日あの許可書取って、うん、でトレイルヘッドであるコットンウッドパスまで、はい、ここまでの行き方がねもうヒッチハイクしかないっていうことなんであ、歩いて10時間、はい、はい、ドキドキですけども、まずは今日のキャンプね楽しんでいきたいと思います、
マウントホイットニーです。もうマウントホイットニーをめちゃくちゃ押してますね、これ。本当だ、めちゃくちゃ観光地やん、ここ。綺麗な、うん、めっちゃ綺麗。コテージ上位キャンプグラウンド、今日の宿。よっしゃ、着実に来てる。よし、チケット買えた、うん、これで行くか。トイレもあるやん。そうだね、うん、今ここで、これでこう行って橋渡ってとかやかな。あー、着きました。こうね、ファイヤーピットがここにあります。これ焚き火してもいいね。6時でこの気温です。湿度やっぱ低いな。今ローンパインのキャンプ場にテント張って、はい、で今から買い出し町にね、うん、15分ぐらい歩いて買い出し行ってるんですけど、うん、ふとあれ、海外でキャンプするの初めてちゃうか言うて。結構普通やと思うけど。えそんな珍しいことじゃない。違う、なんか何気なく先張って、うん、よし、じゃあ買い出し行くかとか言って今歩いてるんですけど、うん、あれ、そういやこれ人生初の経験今してるやんと思って、ちょっとワクワクしてきた、うん。バナナ量り売りでした。こうやってえいっつって、おお、ここの今ほんとあの、ま、なんだ、ローンパインの中心部にあるアウトドアショップに来たんですけど、ここがね、あのハイカー割引やってたりとか、なんかそのヒッチハイクのね情報をくれたりとか、こうジョンミワトレイルとか PCT にね行く人はここ立ち寄るとね、すごいいろんな情報くれます、ね。これが買い出ししてきた食料です。今日の夜と明日の朝と明日の昼と明日の夜分やね明日一日分やな。アメリカすぎんこれ。マルのクッキングタイム、マカロニオンです。パッと敷物ピタピタオンピタ、うん、ざっくりクッキングか、これは。あ、もちろん。これ何、鳥がすごい騒いでるね。ベリベリグッド、グッドテイスト、グッドスメル。ベリベリグッドスメルローリングアンハーどうですか、うん、うまい。マウスドライ、マウスドライ、マウスドライ、うん、口パサパサってことすごいね。ホイットニーがモルゲンになってるよ。いやー、すごーい、すごい、すごいね。めちゃくちゃいいね。うわ、めちゃくちゃいい。真っ赤じゃん、すげー。今日はあのヒッチハイクして、あのコットンウッド登山口トレイルヘッドまで行くので、うん、ちょっとそれをねここに書いていきたいと思います。よし、ヘッド、うん、こんな感じかな。金曜ナショナルフォレストって書いてあった。お、うん、来ました。ここだね。ちょっと早めに着いたな。そうやな、車は今のところ全然止まってないな。まあ、ちょっとのんびりとか。そうやな。なんかね、この許可証を日本でもう印刷してきてたら、うん、いいって言ってたな。よかったね。もう来なくていいんだから、ここに。そうだね。でも一応、うん、あの人が確認してくれたっていうサインをちゃんといただきました。ああ、そういうのはでも大事やな。もしかしたら、だからその歩いてる時にそのレンジャーがおって、うん、で見つかって、見つかってって言ったらあれやけど、まあこうね、こう見てもらったらサインもらえるかもしれんな。そうだね、うん、あ、オッケーオッケー、ね、うん、ちょっとそれが全然わからんかったから。オッケー。今初めて3分ぐらいですなんかね、戻ってきてくれてないね、あれは。あ、あれ違うか。お、あれもしかして、お、嘘、マジで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 、一発成功。お、これは。Yeah, right here. Oh, this one. Yeah, so this is the aquifer right here.
So this takes all the water. おー、すげー。So nice. A lot of times there's cows out along the road. Yeah. わー、いいねー。おー、上がってきたー。一瞬で上がってきたね。やっぱ車すごいね。おー、ありがとう、Thank you!ありがとう。Thank you. Thank you. Oregano. ありがとう。ありがとう。Oregano. Yes. Yes. まさかのマルちゃん一発成功。奇跡だよね。奇跡起きたね。たまたまあの人がね。でもなんかニコってしてグーってやった時に向こうはなんかグーって返してくれたから。あ、乗せてくれへんくてもグーってやってくれるんや思ったら帰ってきてくれてな。わざわざ戻ってきて。バイバーイ、いってらっしゃい。コットンウッドパスのキャンプグラウンドはこっちですね。おー、歩いてこれる距離でよかった。ねえ、奥にでも車結構止まってるよ。ここもめっちゃ人気なんだね。人気やな、すごい車あるよこれ。キャンプ場に着きました。ねえ、ゴミ箱もあるし、コットンウッドエリアのトラッシュサービスですって書いてるな。いいですね。6ドル、はい、パーナー一晩6ドルですね、を支払いましょう、はい、6ドル、はい、Here we go。 Thank you. アバウトにここら辺っていう18キャンプサイトって書いてるな。18番号が振ってあるの。あ、振ってんのかな。じゃあこの11で行きたいと思います。なあ、めっちゃ整備してくれてんな。テーブルと椅子のセットが必ずついてすごい。なんか肌寒いな思ったら今ここ 2900m あるんやな。すごいよね。なんかやっぱ一気に上がってきたから、ちょっとね立ったり座ったりすると少し頭がズキズキしますね。いや、すごいところに来ちゃったよ。クロワッサンパンパンです。またしてもいい匂い。うん、ジャムだね。いちごジャム。ジャム入ってた、うん、ここが明日歩き始めるコットンウッドパスのトレイルヘッドですね。ついに来たよこれ。 You are here。 ファイヤーサークルで焚き火します。すごいねこれね、めちゃくちゃいい設備。